ここ使うんすか。おはようございます。今朝なんで、ですね、今日は野原もね、もうこんなに芽が吹いてきましたので、はい、野原の植え替えをしてちょっと盆栽風に直すっていうことでやってみたいと思います。お願いします。はい、こちらね、アサミの夢という種類で売ってたんですけれども、アサミの夢って私が名付けたんですよ ね、 そうですよね、私アサミなの、はい、でいつの間にかなんか栽培されていっぱい売ってたんで、はいはい、おーと思って買ってきました。こうやって問屋さんに置いてあったんで、逆輸入みたいな、本当にアサミの夢なのかなと思うんですけど、あの屋久島の野原にすごくよく似てるんでね、はい、これがうちで増やしたアサミの夢なんですよ、はい、こう比べると同じだから、ほら、そうですね、同じに、多分これはアサミの夢ですね、はい、こんなに大きいのはうちでは普段作らないのでね、でもこれは結構面白いのができると思います、はい、元がね太いから全部土を落とします、はい、バラは2月の終わりに植え替えるのがベストなんですけど、ちょっとお仕事忙しくて、3月入っちゃいました、うん、お、結構根っこもバッサリ切っても全然平気な種類ですから、思い切ってやります。芽が出る前のがいいと思います。いや、出てても問題ないですよ、全然、うん、ただ切りにくいだけでね、葉っぱがあるとバラ丈夫ですからね、だいたい3月いっぱい、遅い人4月でも平気なんだけど、バラの種類によっては遅く剪定すると咲かない場合もあります。そういうのもあるんで、できればね、早め早めに、はい、3月の半ばぐらいまでにやっちゃった方がいいですね。ざっと落としましたら洗います。洗います、ここで洗います。こんな感じ。結構太いでしょ。太いですよね。おー、太い、うん。なんか埋まってるんでね。わかんないんですよね、こういう苗木はね。バラって太るの結構早いので、とりあえず1回目バッサリと切っときますね。はい、邪魔なんで。よし。矢子枝っていうんですかね。こうやたら枝がいっぱい出てるでしょ。これが良くないんでね。本体のこの幹をもっと太いのを強調するために抜いていきます。これは枯れてますね。これは枯れてるから枯れて。走ってるやつね、全部ね取っちゃう。これ元のとこにあるやつ。これもいらないね。これも。でこれは後で挿し木に使うので、はい、よいしょ。こっちに。ちっちゃくても大きくても。でこれが太いんですよ。これが。これはみっともないんだね、はい、あんま太いのが良くないからこれも取っちゃいます。バスッと。これを刺したのはこっちになるんですね。そうですね、うんうん、バラは今頃でもつくんです、刺しとけば、うんうん、だいたい春から9月までつきますから、今頃手入れしてもね問題はないですよ。であとどれを抜くか、これがまっすぐ行ってんで、とりあえず痛いんで気をつけましょう。ここに芽があるんですよね、ここにね。だからこっから枝出ますから、元から取るか取らないか今考えたんですけど、ない方がいいかな。結構もう本当に足元から取るみたいな、うん、あ、やっぱりない方がいいですね、取っちゃおう。でまたこの切り口がね、はいはい、全然ね目立たなくなるんで、ね、そうなんですね、問題ないんですよ。で、あと長いまっすぐなやつちょっと切り詰めますね、はい、これなんかまっすぐですよね。これ残しとくわけにはいかないので、ただ切って枝が出るまでにちょっとみっともないようなことはあります。どこで目当たり見ないと、うん、次の枝が中に出ちゃうんですよ、はいはい、ここに芽があるんだけど、これを上で切っちゃうと今度次の枝こっちに入っちゃうので、うん、外側のやっぱこれ今吹いてないけど多分ここで吹きますから、この辺でこう長いのがね切っといて、であとはこれが長い、これは長いでしょ。こう切る時にね目当たり見ながら切らないとダメです。これで切ることでその目当たりから枝分かれして細かい枝を作っていくっていう目的ですかね。そうです、そうです。こっちからこう出るから、はい、伸びたら切るというとこういうふうに分かれていろいろね、うん、出ますから。じゃああとは小枝をね少しねまっすぐなやつここでプツプツ枯れて、うん、動いてる芽が動き出したぐらいの方が
あ、そうですね、見やすいんですかね、やっぱそうですね、うん、だけど大体2月の終わりだとこんなもんですよ、はいはい、うん、ちなみに今日は3月の2日、うん、まあいいか、うん、大して変わんないですよね、うん、これは遅い方だよ、ほらこんなに葉っぱ出ちゃってるからね、そうですね、そういうことです、うん、で、あとこの辺をあんま切っちゃうと寂しくなっちゃうから、本当はもっとね裸にしちゃうんですけどね、うん、普段は普段はね、バス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 って切っちゃうんですけど、これがこっち見ちゃってるか、これがちょっと長いね、やっぱりやっぱこれ長いね、これね、これがね気に入らないんですよ、気に入らないんですよね、で切ろう、どのくらいかな、あ、ごめんなさい、飛びます、はい、で、一回切ってみて、やっぱりこれいらないでしょう、ね、と思うわけですよ、うん、最初にね、切っちゃおうかなと思ったんだけど、いらないですよね、やっぱり、ね、元から取ってしまいましょう、全部、はい、結構深切りしてください、ね、うん、はい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 、はい、そしたら金ブラシで皮むいちゃうんですよ、こうやって皮むいちゃうんですか、皮ほらあのバラって2年生ぐらいになるとね皮むけんですよね、全然平気ですよ、これやってもバラはね、すんごい皮をね剥いてもう1週間ぐらいすると皮できちゃうんですよ、だからね掃除するときこうやって荒々しくやっても問題はない、それは見栄えのためにやってる、見栄えですね、やっぱ古木になるとあの皮が剥けるんですよ自然に、はい、それを表すためにいちゃうみたいな、うん、これをね今度歯ブラシで掃除します、はい、ゴシ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 、そうすると切ったところが意外と目立たなくなるんですよね、この時点でまだ出っ張ってたらちょっと切ります、ゴツゴツね、うん、でこれあの炭なんかつけない、うん、バラは保護剤ですね、そんなもんはいりませんでもこれが手でこうやってこすると馴染みますから、はい、こうほらほらなんとなく切った後に見えないでしょ、目立たなくなります、ね、うん、これあの1週間で分かんなくなりますからね、そういうものなんです、このバラというものは。だから今度根っこです、根っこはいらない枝ね、どれ、これがちょっと浮いてるからこの枝、うん、この根っこ取っちゃおうか、これね値上がりにしようとしたんですけど、はい、なるかな、これなんないかもしれないですね、でこの中についてるまだ残ってる多少土がありますよね、それも全部落としてもう一回洗います、これで根っこの方もだいぶ皮もむけて、はい、こんな感じになりました、ね、すごいな、そうするとここをこれ座があるから値上がりというよりもここまでで埋めた方が、うんうんうん、いいかもしれないですね、でこれもっと切ります、全然平気ですからね、切ります、はい、バラは強いっていう、強いです、強いですよ気をつけないととんでもないことなんですよバラね手入れがすごい大変なんです、あ、そうなん、強いんですけど、はい、やったら矢後枝が出るので、あ、そうですね、うん、ちょっと目を離すと本体が枯れちゃうんですよ、ゆうって伸びたのを切っとかないと、うん、こっちがねせっかく細かい枝になってるのが全部枯れてっちゃうので、結構1週間に1回ぐらい手入れしないといけません、うん、矢後芽が出てきたら切るっていう、うん、全然いらないところだったらもうすぐ切んないと、うん、ちょっと1週間経つとビューって走りますから、それはもう、あ、だいぶ綺麗になった、はい、かな、これはもうこういう鉢に入れる状態になりましたね、はい、芽もいっぱい出てくるんですよね、芽はすごいです、ここにつけておきます、はいはい、1個目、バラ1個目、アサミの芽、はい、小さい挿し木のバラなんですけど、これは吉田バラっていう九州のバラだって、はい、昔九州に販売に行ってた盆栽屋さんが九州から持ってきたんですけど、名前の由来が地名なのか人の名前なのか全く未だに分かりません、はい、ただものすごい花つきが良くて葉っぱも小さくて、はい、とても面白いのでうちで増やしました、はい、これも苔に埋まってますからね、うん、どういう風になってるかこれから全部ほどいてみたいと思います、はい、挿し木して、お、うん、挿し木して3年ぐらい本投げだったかもしれないですね、苔取ります、これが全部つながってるんですかね、そうですね、矢後枝が出てつながってると思います、うん、この吉田原は矢後もねとてもいいところから出る種類なので、ええ、
普通の野バラより扱いやすい。うん、で取ってポケ取って取れましたね。ほら1本ですね、やっぱりね。繋がってる。ね、繋がってるでしょう。で、あとは大河くん寒くないの？大河くん、でも暑がりですもんね、大河くん。暑がりです。暑がりらしいです。ただ寒い。寒いかい。だいぶ根が張っちゃってるんだよ。お、結構太いかも。やはり。で、こういう時はね、はい、ここ引っ張ります。バラはね、ぐるぐる巻きに根っこがね、出るんでね。わあすごい、硬くてできない。これが3年放置してた根っこはねって感じなんですかね。そうですね、寝癖でもできるから。寝癖も出るからね。ただちょっと細いからね、うん、何しろうちのポットは小さいんでね、根がね太いのが出ないんです。じゃあこの辺で洗いますか。はい、洗います。今度こっちで洗うんですね。うん、あ、いけない間違えましたああ、こんな感じで土が落ちました。ここ引っ張ってどうなってっかなって。ほら、長いでしょ、うん、ぐるぐる巻きっすよ。もうちょっと太ければ寝癖にしてもいいんですけどね、ちょっと細いよね。前の網が出てきて、とりあえず、はい、邪魔なんで切ります。バツ、うん、とそうしましたら、またさらに細かいところを掃除ですね。うん、こんな感じで洗ったところね、結構ね、うん、真ん中から綺麗に、ね、うん、このバラはね、こういう性格があるのでね、下手にこうビュッて走らない。全部細い枝でしょ。太いね、さっき普通の野バラだと本体より太いヤゴ枝が出るんですが、これは出ないんですよ。だからヤゴ枝を大事に使います、この場合は。とてもいいバラですね。まずコネをちょっと取って、それから上切っていきますね。この枝枯れてますね。根っこを切ったから上も切った方がいいみたいな。それはそうです、もちろんそうです。感じですよね、はい。逆に切らないと足りなくなっちゃうってことですね。そうですね。ですね。あとこれ結構太いので、はい、ここで落とします。いらないでしょ。でこれはちょっと長すぎて切ります。これをどうするかだな。1つ切って様子を見ていきます。見た目でやっぱあんま良くないなってところ。うん、そうですね、全体のバランスですよね、うん、やっぱ太くてガッてこう長いとこ、うんうん、は少し短めにしとかないといけないので。どうかな、これやっぱ切りたいですね。ここで二股になってる枝のこっち方がどうも気に入らないんですよね、うん、長すぎますよね。一回切っちゃって向こう向いちゃうから、これやっぱりこっち前でしょ。そうするとこれがね、これ取りましょう、はい、裏枝ですけど重なっちゃうんですよね、この枝と、うんうん、でこっちの方が古いし、なのかな。こんなにねちっちゃくしちゃっても伸びますからね。咲くときはこのくらいです。このくらいになりますか。 2,3 ヶ月でそうなるってことなります。だからそんなに気にしなくてもね。あとは鉢ですよね、はい、いらないな。分かんないかもしれないですけど、この枝が嫌いなんですよ、はい、さっき反対側も切ったんですけど、はい、やっぱりいらないで、この枝がまっすぐ立ってるんですけど、これ結構芽が多くてしっかりしてるので、ちょっとこういう感じにして軽く、はいはい、それで植えたらかっこよくなると思います。いらないとこもちゃんときれいに取ってね。でさっきやったけども、これを金ブラシで皮を少し取ります。真鍮ですよね。あ、取れちゃった。大変です。取れました。でも大丈夫です。バラはね、形がどんどん変わるんでね。そう、キクワさんの、磨くやつだけど、こうなっちゃうからね、お掃除しないとね、いけないんですけど、サボってますね。かわいそうに思うかもしれないですが、平気です。皮をこんだけ削れるって知らなかったです。展示会に出すときは皆さん、はい、大きい
バラの木も全部きれいに磨いてるんですか。うん、磨きます。でほら磨いた後はなんとなくこう痛々しいんですけど、うん、もうほんと1週間で皮薄くかぶっちゃってかっこよくなりますから大丈夫です。なんか水つい切っちゃって大丈夫かなみたいな。あ、大丈夫大丈夫、ね、と大丈夫。これ何十年もバラやってますけど本当に何事もなくこのくらいやっても全く問題ないですね。木とかでやるんだと結構できますよね、うん、こういうとこに石挟んだりしてね、面白いのできると思う。これ吉田バラです、はい、じゃあ植えますか、はいはい、花が薄いピンクなんです、はい、薄いピンク、うん、で小さい花なんですよ。で実は赤ですから、うん、何色が合うの？まあ何でも合いますけれども実が赤だから、まあ、白系とか青系と、うん、白だとね花が咲いた時にねちょっとインパクトが薄いピンクなんでね、うん、どのくらいかな。これイッソさん？これはイッソさんですね。イッソさん色合いがいろいろあるんで、うんなうん、このぐらいで収めてやれば花咲いた時にも引き立つし実が止まった時も引き立ちますよね、うん、サイズはこれがぴったりで、これの色違いだとちょっと大きいな、ちょっと大きいですよ、うん、深いんですよ深いのね。ただね咲く時このくらいになるんで、なるほど、なるんで実が止まるとさらにこのくらいになるんで、うん、今の感覚よりはちょっと大きめでもおかしくはない、うん、この色も結構引き立ちますね、うん、白真っ白だとこんな感じになる、うん、今綺麗ですけど ね、 そうですね、うん、この3つどれにするか、この形がどうかなってちょっと思ったんですけど、ね、可愛くなるんですよこういうのに出るとね、こんな感じ。あ、確かに、うん、ここちょっとくびれててね、そうですね、うん、面白いかなと思ったんですが、うん、でも色が真っ白じゃないのね、少し色ついてんだよね。どれに入れるか、うちの感覚だと、はい、このサイズなんですよね、うん、それであのちょうどいいんですけどね。結構浅いですね、うん、でも、あ、浅、うん、ね、根っこを上げて植えたいので、うん、少しもう一般の方向けはやっぱこっち、うん、これかな。これだとあの植えやすいし枯れにくい。そうですね、枯れにくいですよ。これダメダメ、やっぱこれにする。これにきつい方が、まあそうですね、伸びないです、うん、伸びないですからね。伸びないってね、枝が伸びない。そう、あっちがちっちゃい方が、うん、ああ枝が伸びない。これでもう十分このサイズにしても咲きますから、はい、はい、じゃあ見てみます。これがアルミ線の 1.2 ですね、はい、1.2 ぐらいがちょうど止めるのもこのサイズはちょうどいいと思いますね、うん、網止め。これね、網止まりましたね、はい、まず粗い土ですね、少し粗い土。野原は水が大好きだから、うん、赤玉オンリーで全然平気です、はい。春の植え替えに大好きなマグアンプ系、マグアンプ系を入れますね。でこれ前後ろはほとんどどこでもいいかなって感じなんで、足がある方が前ですから、はい、でここ今こう傷気になる思うんですが、時期に見えなくなりますので、なんかそこ正面ですよね、やっぱりね、うんうん、これだと後ろになっちゃうでしょ。枝は前に来てますから、うん、この枝が、うん、やっぱりこれ重なってるね。でもこの枝ね、これ切っちゃうか、はい、でこれを正面に植えます。もう一回切っていいですか。はい、どうぞ。この枝入れません、ね、これもちょっと短くします。はい、これでもっと切ってますね。普通に U の字にして引っ掛け止めします、はい、よっ。2つぐらいで止まります。止まりますよ、抜けなきゃ大丈夫です。抜けなきゃよいしょ。ミニ盆栽とか豆盆栽特有の止め方ですね。ですね、あのねじって止めるのちっちゃいのは大変ですしね、うん、後からね食い込むのがすごい嫌なんで、私もよくやらせてもらってます。 楽でしょう、はい、じゃあこれで、あとは、次のやつね。これちょっと曲がってるけど、つきます。よく
この根っこのね隙間に入るように、はい、もう大丈夫かな、うん、あ、こんにちは、こんにちはで、あとは細かいのを少しここにね、隙間あるからね、なんか入れたいよね、はい、石とか石入れたくなって、ここほら根っこ、うん、しっかりしてるんですよ、これ入るの、うん、まあ上なくてもあってもいいか、大変だからねで最後こう飾りのあれで少し、はい、もっと細かい、うん、隙間を埋めてあげます、こんな感じでね、かわいい、でこの根っこが持ち上がってるのでちょっと中に入れておきますけど、こんな感じですね、うん、水を下から吸わせます、はい、よいしょ、でちょっと抑えます、縁のとこだけね、あの土がこぼれないようにここだけいつも押さえる、はい、これで一応植え替え完了、ね、あとはちょっと苔張るとか、根っこのところはね出ててもこのまんまにしとくとしっかり日が当たって硬くなりますので、最初の1、2ヶ月は不安な人もいるでしょうが、別にどっつことはないですから、特にバラは水苔とかもやんなくても大丈夫、やんないです、うん、日に当てた方がいいですよ、あ、そうですか、うん、逆にね、バラはバラはですよ、はあ、他の木は全部そうじゃないんで、はい、なんですけど、完了、はい、完了です、そしたらもう一個、はいちょうどね、原さん来た、ご本人が原さんの鉢にこれからバラが入るんで、だけど石付きにしようかって、今度こそは石に入れた方がいいかなと思って石は絡ませて、これじゃ見えなくなっちゃう、はい、はい、うん、ちっちゃいのでいいんじゃない、うん、ちょうど小さいのでいい、ちょこっと、ちょこっと、そんなちっちゃいのでいい、うん、こんな感じ、うん、曲げて鉢が小さいんだから、そうなんだよ大きい鉢が一緒入んの、もうちょっと白い方がいい、うん、もう長い方がいいと思うね、本当ね、あれ、あ、いいじゃない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 、でも針金かけるから、ね、これじゃなくてね、枝に枝に、この枝に、この枝がまっすぐで、はい、こっちに曲げたいのね、この2本を、うん、これでここに、ね、2本いっぺんにやるか、よいしょ、ちょっとでいいんだよね、ちょっとで、こっち流してこの枝を、はい、流れを、うん、流れを作ってね、うん、そうするとこの枝がまだね、まだ切る余地がありますね。こうです。石は固定させるんですか、なんかね。いや、もうね、取れないんです。根っこがほら。根に絡ませてる。うん、そうそう、根っこがもう絡んじゃって、この隙間が面白いから、多分入るだろうと思った感じで、これはもう固定しないで、根っこが太れば取れないから。うん、この状態でいいと思いますよ。だからこの1本が押さえになってるんですけど、で後ろに1本来てるでしょ、うん、そう、ぴったりね、うん、止まってるような、そうそう、これが太ってくるともっと面白くなる、はい、さあ入らないかな、そうするとあ、入るか、いや、かわいいな、石入れちゃうと土入んないからね、かわいい、こんな感じですかね、鉢といいですね、合いますね、合うね、これいいね、これいいですね、丸だとちょっと無理かもしれないですね、水鉢ね、こういうのだとあんでも入る、こんな感じ、あ、いいですね、どれがいいかな、まあ作りやすいのはこの方が、うん、あの植えやすいですよ、深いからね、赤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 、あ、ここも面白いな、どれにしよう、パッと緑がね、パッと良かった感じしましたけどね、そう、これぴったり合いましたよね、サイズ的にはこれなんですよ、ただ伸びてから咲くからどうかなってちょっと思ったけどね、やっぱこれかな、やっぱこれでしょうか、これが良さそうですよね、これですね、止水鉢のね、だから本当に苗みたいなポット買って自分でこうやって考えて作るのが楽しい、ね、そうですね、うん、そうなんですよ、全然うち儲かんないんです、だから、うん、苗木ばっか売ってるからの場合このくらいで、で今度はこれだと粗いので豆は、うん、こっちこれでさっきの中粒ぐらいの、今度こっちで OK ですよ、それでマグも少しちっちゃい粒の選ぶ、止めるのもこれ1ミリですね、1ミリ、うん、さっき 1.2 でやりましたけど今度は1ミリです、
これは可愛いな。バラは結構思い切ってできるから初心者にはおすすめ。ね、できるのはできるんですけど、うん、管理がものすごい大変です。あの乾くんです。あ、水が大変ってこと。そうそうそう、水が大変なんで、そこのとこの覚悟があれば面白い、うん、どうにでもなります。水に強いのは強いんですか。水に例えばちょっとそこ水溜めて、あ、それでも別にすぐ枯れはしないですけどね。あ、まあ、根腐れするのは植物はみんな同じような感じにはなりますけど、と強いのですが水が好きなので、ただ枯れちゃっても復活がすごい早いです。なるほど。枝は全然同じ枝にはならないけれども、うん、芯から枯れるってことがあんまりないんですね、うん、で今こっから通してここで引っ掛けましたね、はい、でこれを切った、はい、あと病気ありますよね。眼種病は取って薬ちょっちょって塗るぐらいですぐ治っちゃいますよ、うん、ちゃんとケアすれば問題ない、うん、眼種病は全然問題ないですね。あとはあれですかね、菌が入って、うん、園芸種 の普通の野原ってあんまり病気にならないんですけど、はい、開発されたっていうのは何ていうの、品種改良されたやつになります。燃やさないとね、菌移るぐらいねすごいのことが一回ありましたよ。だからその種類は手出さないようにしてますけど、うん、無理。まあごく普通の野原でしたらべきなんですよね。女性もやりやすいですね、盆栽ね、バラとかだと。どうかな、わかんないけど、別に可愛いって初めてくれそう。あ、可愛いっちゃ可愛いですけど、うん、もうこの細粒ぐらいしか入らない、うん、植え替えた後、二重鉢にしないとバラ持ちませんから。水が吸うから、うん、吸いますよ、すごいですよ、春先からどんどん吸いますからね。ポイントですね、じゃあ、はい、ポイントは水切れをさせないようにすることは大事ですね、うん、その代わりカンカン照りじゃないとダメなんです。そこが難しいところ。あ、そうなんだ。あの日陰とかね、半日陰で育つ植物だったら水の管理楽なんですけど、うん、じゃないからカンカン照りにしないと間延びするんです、うん、そうですね。間延びするとね、葉っぱも大きくなってね、花も変なとこに咲くんで、うん、豆盆栽としてバラをやるのだったら本当によく日に当てて二重鉢ですね。寒さにもあんま強くないイメージなんですけど。あ、寒さはもうガチンガチンでも大丈夫だし。どういうことですか、ガチンガチン。あの、凍っても。あ、凍っても大丈夫なんですか。全然平気。寒さ強いんだ。霜に当たっても絶対 OK なんで、バラはうちはしまわないもん。あ、そうですか。親木が奥にありますけど、うん、もう全然バラはしまわない。ぬる入れてました。ぬるなんかいらない、うちの寒いんですよ、この辺は。そうなんですか。でもバラはあの平気です、はい、うん、そうそう、暑さと寒さに強いんです、うん、で、うんと切っても平気なんです。ただ水が好きなので、うん、水が枯れちゃうとほら花咲かなくなっちゃうからね、うん、花物なんで一応これ浮いちゃったんで引っ張っとこうかな。ここちょっとね、根っこが浮いちゃったの気になるんでね、針金が通ればここで引っ掛けたい、うん、通らない場合もあります、石があります。あ、大丈夫でした。ぐっと曲げて引っ掛けて引っ張っときます、はい、あ、これで大丈夫です、はい、うん、なかなか、いい、なかなか面白いのできたでしょ。さっきの状態とは全然違いますかね。鉢もいい。鉢が合うんだよ、ね、鉢が合うんだよ。作者がやっぱいいんだろうな。これが、そうね、あと1週間、2週間でだいぶ変わります。へ、早いですからね、バラね。もしあれだったらこの枝にもこの枝にもちょっとだけ針金かけてふわっと、うん、ふわっとやればもっとかっこよくなりますけどね。今急いでやりましたね、はい。アジサイに生えた苔、これ特に土鉢、うん、親木なんでいらないからこれ剥がしましょう。このハイゴケはね、こういう苔なんですよ。なんかハイゴケ多いですか。勝手に生えちゃうんですよ。勝手に生えちゃいます。勝手に生えちゃって困ってるんですよ。どんどんの増えますもんね。そうそう、ただ今の時期ね、今日雨が降ったんで多少復活はしたけど、うん、まだ黒いよね、うん、他の普通他の苔がダメなんで切って半分に切りましょう。これはもうちょっと置いとくだけですよ、うん、できればハイゴケじゃない方が。這い上がってくるとね、剥がすのがめんどくさいから。そうなんですよね、うん、ないんです今。
ちょうどいいのか。かわいい。もうこれはもうこのまんまでしょうね。もうこのまんまで。うちにとってはこのサイズは大きい方に入るので、すごい楽なんです。一般の人にとってはちっちゃい方なんですよね。これね、根っこをね隠さないようにね、ちゃんと貼る時もギリギリのところで。火を当てた方がいいっていうのも。そう、火を当てないといけないのでね。はい、出来上がりました。はーい、いやどうでしょうか。できました。バラの植え替えです。バラの植え替え。この後はだから水管理。そうなんですよ。こっちは大丈夫だと思うんですけどね、まあ、普通にやって。これは二重鉢にしないと、相当土が少ないですから。二重鉢は下は何でもいいんですか。土でも、何でもいいんですよ。砂だって水だって。で、このぐらい水が溜まるぐらいの水盤に砂を引いて、そこに水をひたひたにして置いとく。で、だいたい朝たっぷりやったらもう夕方夜にはもう水が水盤に残らない程度にしとくといいんですけどね。3月半ば過ぎて4月いっぱいまで植え替えたてのやつは1日3回ぐらい乾く時があるんですよ。そうするともう忙しくてしょうがないから。なるほど。水盤がおすすめと。そう、分厚いのはダメです。薄いやつです。薄い。分かりました。じゃあこんなところ。はい、はい、このバラが欲しいという方は近いところだとどこで買えますか。もう上のグリーンクラブにこっちの大きい方は植える前のね、苗木の状態でドンって置いてあるかもしれない。でも数があんまないのよこれ。私植え替えちゃうから。こっちのサイズいっぱいありますよね。でも、いっぱいもない。いや、あるんですけど、種類が全部違う。なるほど。同じ、例えば吉田原がバーってあるかっていうと、そうでもないんですが、まあまあグリーンクラブの方に持ってきます。ポットのままね、植え替えてあるやつは、今すぐは売れないので、5月 の、あの大盆栽祭りでもう花芽がついた状態で販売になります。なるほど、はい。じゃあ大盆栽祭りに来てぜひ買って、はい、出来上がったやつはね。去年アジサイも確か売ってましたよね。あ、アジサイはもううちはアジサイ祭りやりますよ。アジサイもあるんで、皆さん、ぜひご購入ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいんだよここ。1位、ほら、1位珍しいよこんなに。だから、これだけの木でさ、これだけ時代乗ってるのってあんまりないんだよね。そう、確かにそうですね。だから1位やったことないんだ、あんまり。大丈夫かなと思って。大丈夫だ、1位は。とりあえず仕入れで5本かな、ついでに原さんがやるとこ移したらどうだ。針金かけるしかないですよ。これどうするの。いや、もしかしたら陣にする。陣にしちゃうかもしれないね。私もここは陣にするのかなと思って、1位って陣作るよね。これさ、花芽なんだよこれ、ほら。あ、本当だ。ね、花芽なんですよこれ。オスメさんだよね。あるんだよねこれ。赤い実がなるのがメスなんだよ。そうそう、すごい。美味しいんだよ。そうだよね、美味しいよね。外側だけ食べられる、あの実は、種はダメなんだよ。そうだ、種食うと毒なんだ。そうなの。そうなんだよ。真ん中に種あるよね。そうそう、でかい種ある。ある。だから外側だけ食べるの、甘いの。ペペペペってやつね。軽井沢のさ、保育とほら、いっぱいなってるでしょ。一のあの塀っていうの、あの、屋敷の。もう真っ赤っかのバーって。綺麗だろうね。綺麗だよ。そこにあとね。これ面白い。とりあえず古い木なの。あら、こっちだって面白いじゃん。ほら、これはグネグネだけど。これも面白いじゃん。1、2、3、4、5、6本。これも結構。1位をあんまりやったことないから、どのくらい切ってもいいのかよくわからない。でね、1位ってね、これとこから吹いてくるんだよね。結構吹くんですよ、これ。あ、そう、結構吹くんだよ、1位ってのは。